なぜ開言が効いてねえ。当然のことです。自分より弱い者に憎しみを抱くはずがないでしょう。抱くのは哀れみ。傲慢だな。それがこの私、傲慢の妻、ライオン神のエスカノール。わかった。メラスケラがほざいていたガランを倒した人間ってのはお前だろ。私に憎しみを抱いてはいけませんよ。あなたが己の開言にかかってはせっかくの戦いが楽しめない。お前案外いいやつだな。当然です。苦しめ。あの人でも相手にならないのか。惜しい。おやおや、金貨でも落ちていましたか。冷めることができない。もっと苦しめ。リベリオン。いや、インベージョンアロー。失礼。もっと苦しめ。
装シャシティフォル第8形態ハレンガーデン我を讃え失礼ザ・ワン おこがましな、何が起きたの？まさかあれはメリオダスの？いや、何かが違う？今のは魔力抜きの純粋な力だった。つまりあれは少しは驚いたか。これが俺の魔力、フルカウンター。あらゆる物理的攻撃を倍以上に跳ね返す。なるほど、道理で痛みを感じたわけか。さすがはこの私。どこまで傲慢で面白いやつなんだよ。殺す前に覚えといてやるよ。お前の名はエスカノール。死ぬ前に覚えておきなさい。さて、では本気のあなたに敬意を表し、私も本気を出してあげますが、まずまともには死ねませんよ。まったく物騒な野郎だぜ。そんな魔力を使えば後ろの連中はまず黒焦げじゃ済まねえぞ。あの、ヘーネスの湖畔は確か南門から正面でしたよね。ああ、それがどうした。このままじゃ全員燃えちまうぞ。よろしい。言ったでしょ、まともには死ねないと。クルーエルさん。プライドフレア。一瞬で湖を蒸発させると。かなりいい攻撃だったぜ。グッときたよ。闇を展開するのが少し遅れてたら大ダメージもんだ。それじゃあもうケリをつけるかな。その意見だけには賛成ですよ。ブラックアウト。ん？終わりだな。それがどうしました。
ベリオン、いや、もっと苦しめ。映像シャスティボル第8形態ハレンガーデン、失礼。ザ・ワン、我の攻撃が通用しない。誰が決めた。我の太陽を飲み込んだ。誰が決めた。攻撃が見えなかった。こいつは一体何者なんだ。投球が今まで以上に膨れ上がってやがる。クルーエルソン、決めるのは我だ。まずい、アジだ。死ね。エスカノール。アジじゃ。どれ、リオネスに戻ろうと行きたいが、久々にハッスルしすぎたか。リッタでも抑えきれんな。これはしばらくとどまるしかあるまい。